セールカの多翼祭壇画は、イタリアのルネサンス期の巨匠、アンドレア・マンテーニャが1453から1454年に制作した絵画であり、アーチに12人の人物が描かれた板への多翼祭壇画である。上段の6人の人物は、中央のイエス・キリストの左右に並んでいる。下段の5人は、セールカの左右に並んでいる。1453年8月10日、 マンテーニャはパドバのサンタ・ジュスティーナ修道院と作品を描く契約を結んだ。おそらく依頼者はゴシック的な祭壇画を望んでいたと思われる。マンテーニャは50度カートの制作量で作品を制作することに同意した。人物を描くための顔料と人物のパネルを額縁にはめ込むためのアズウロとデスコを提供された。作品はその年または翌年までに完成した。 本作はミラノのブレラ美術館に所蔵されている。マンテーニャの署名の入っていた本来の額縁は17世紀に落雷によって破壊されたため本来の構図は変わってしまった。それは上段と下段のサイズの違いによって見て取ることができる。しかし人物像は非常に印象的でマンテーニャの他の作品には見られない序情的特質を持っている。この特質は 古代のローマ彫刻を学んだ、マンテーニャの流霊なるの字の表現によって、達成されている、写実主義のたまものである。メリフィールド p、P199、abhttps コロンスラッシュスラッシュ www.wga.f frames.se.html、バイオマイメートル、マンテーニャ、バイオグラフ。 HTML Web Gallery of Art のサイト2021年8月1日閲覧。メリーフィールド、ピアニッシモ、196、199、バザーリエトール、P262、ラブン、P13、HTTPS、ピナコートキャブレラ、ORG、EN、コリジャオーネオンライン、オペレ、セイントルークポリプティック。 ブレラ美術館のサイト https コロンスラッシュスラッシュ www.wga.f スラッシュ frames-e.html バイオマイメートルマンテーニャバイオグラフ h t m l ウェブギャラリーオブアートのサイトありがとうございます